はい、えー。それでは10月14日の3問に入っていきます。共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。丸かツかという問題ですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で答えなんですけども、答えはツです。 で、何が罰かというと、共用部分の保存行為っていうのは、各所有者が単独で行うことができるんですね。で、今回の問題は、各過半数による集会の決議と書いてあるので、これは誤りですね。集会の決議をしなかったとしても、単独で行うことができるんですよ、えー。各所有者、つまりマンションの所有者ですね、は単独で保存行為を行うことができます。じゃあ、 この共用部分の保存行為って具体的にどんなものがあるのでしょうか。こういった時にさっと頭に思い浮かぶかどうかで理解できているかどうかが分かれてくるんですね。例えばなんですけれども、共用通路や階段の電球が切れていたから交換をしたとか、あと共用通路の清掃行為、こういったものが共用部分の保存行為になってきます。ちょっと難しい言葉で言うとですね、 のの価値を現状維持させるための行為になりますこの二つの具体例で言うとですね通路の電球が切れていたからそれを現状に戻すために交換してますよねまた共用通路枯れ葉だらけで汚い状態それをきれいにするために掃除したとこれも現状維持ですよねこういった行為が保存行為になりますでこういった行為は区分所有者の一人が単独で行うことができるんですよということですね では問い二です。宅建業者である A および B が共同で宅地の売買を媒介する場合において、それぞれの取引士 A、B が共同で重要事項説明書を作成し、取引士 A のみが重要事項を説明する場合、取引士 A が単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。まるか罰かという問題です。で、答えは、これ誤りですね。 取引士、まあ、つまり、宅剣士ですね。宅剣士 A、B、ともに、重要事項説明書に、記名しなければなりません。今回は、取引士 A のみが、単独で記名した重要事項説明書って書いてあるので、これではダメなんですね。今回、A および B が仲介業者ですよね。媒介業者ですよね。なので、A の取引士と B の取引士。まあ、つまり、ま、卓剣士 A と宅剣士 B ですね。この二人が共に、重要事項説明書に、記名して、 で、それを飼い主に対して交付しなければなりませんよ。という話です。で、ちなみになんですけども、これ代表者1名が説明しても、これは構いません。つまり、宅検士 A のみが飼い主に対して説明するっていうのは全然 OK なんですね。B が説明しなかったとしても、取引士の1人が説明すれば大丈夫です。また、重要事項説明書には、取引士の応印、つまり、犯行を押すっていう、この行為はいらないんですね。不要です。 記名さえすれば OK です。つまり、宅検士が自分自身の名前を書けばそれで OK ですよ。ハンコを押す必要はありませんよっていうとこですね。ここも注意しておきましょう。で、続いて問いですね。都市計画事業においてはえ、都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている、丸かツかという問題ですね。で、答えはツです。 本来は土地を収容する場合土地収容法における事業認定を受けなければなりませんしかしですね都市計画事業の場合っていうのは都市収容法の事業認定これを受けなかったとしても収容することが可能なんですねつまり都市計画事業においては都市計画事業の認可または承認の告示をもって都市収容法における事業の認定の告示と見なしているんです 今回の問題っていうのは逆になってるんですね。この都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または、承認の告示と見なしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りですで。ちょっと無料の動画でお伝えできる内容で言うと、ちょっとここまでなんですけども、この問題ちょっとイメージしにくいんですね。なので、イメージの仕方だったり理解の仕方については、個別指導で解説させていただきます。 でチャンネル登録まだしていない方は、え毎日えこの3本の動画配信させていただきますので、この動画の下のチャンネル登録お願いいたします。え今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。